クリオのスター人名辞典さあ我らの大先輩いける伝説今クリオ師匠その今クリオ師匠の芸人人生の中で忘れることができない芸人や業界関係者の中から毎週一人をご紹介して番組オリジナルのスター人名辞典に登録しようというコーナーですさあはい、今日はどなたでしょうか今日はもう もう本マあのゲーム出しますと皆さんご存知でああよ頑張ったある頑張ったあるという声も出てくると思います。オール阪神巨人さん来ました。長いですやん付き合いもね。すごいでしょう。これまああのネタ人すでずっと来てあってあのまああの硬いイメージはね。でも私ねいつも関心するのモソねネタ合わせ好きやねこここのコンビね。 でまあ、例えば、ね、新作やらなあかんっき言いませんかね、はいはい、でその時代表頂いた瞬間からもうネタ合わせしたはんねんちゃんと。あまあ早いねんで育ヨ、ねねまあ、ちゃんもネタ覚えはんの早いかったけど、はい、私遅かったよ、はい、バランス悪かったけど、はい、しょっちゅうネタ合わせしたはったほんでねあ熱心な二人やなと思って、はい、ほんでもう神経の巨人君も。うん そうですね、ネタ合わせしはる、い、時「ヘイラヘイラあんまり笑わんねや」ああいうとこもやっぱりね参考にさせていただかなあかんないと思ってねいやでもまあ、うん、ネタ合わせしてるとこ、うん、師匠方のネタ合わせをしている、うんうん、場面ってあんまり見ないんでしょでキャッチボール例えばね、ええ、例えば野球やったらキャッチボールして。 基本的なノックを受けて、はい、そ,それから本番や本番、はい、キャッチボールも見せへんやんみんな,なん漫才師は若手が、うん、なんか廊下の端っこでネタ合わせしてるのはやったらと見ますけど確かにどこでいつやってるんやと思いますね、うん、ここで阪神・巨人くんとかそういうのなんかでもやっぱりあのどっかでやってるのが分かってくんねあ熱心な二人やわね、うん、ほんであの,あのどないの みんな仲変わりとか要は漫才師言われるやんあはいはいはいまあまあお決まりですここは決まってっていう時はそりゃケンカしてられへんそりゃそうですよねん。私ね関心するのね器用やね阪神巨人が器用はい器用歌えるねもちろん漫才歌えるしモノマネが抜群に上手やんモノマネおい器用やねん。であの一時ねあのプロデューサーのモノマネ生った時あってはいね。 あの読売テレビの「はい、怒るでよほんまに」はい「自分らえかんしいやうん,うん,、うん」これ下手くそやな私ちょっと待って「怒るで」なんかね有田、はいはい、さん言う人やあって、うん、もうそれをはやらしたが阪神くんやねんほ<ー>、ね、あのみんなあっ,あっちでもこっちでも「怒るで」いうのが一人もさはやって<ー>でななんか知らんけど器用やなと思って、はい、でねその阪神巨人くんとこ実どこと私とこは行くよくは実は兄弟でしなるはありやってんて。 <え>これ不思議やろ師匠は違い,ますよ、ね、いやほんでね当時ですよであの清王は、はい、あは落語家の先生とか師匠へちょっと入門みたいにしたはったとこもあったんよ、はい、漫才コンビスお二人が、まあ、まだ、うん、阪神・巨人くんがね<ー>でまああのー、でその何やかにんやと会ってうっとん師匠とかへね漫,漫才するいうことで入門しはったんよ入門してお願いしますって棋<ー>介介棋を師匠にね ほんならごめんなさいうちはねぎょうさん今いてんのよ。<ー>ねあのしんすけりゅうすけもいるし何々もいるし何々も、はい、なで行くよくりもいるしっていうことで、はい、ちょっと言葉なかったん、ね、ややっぱり。<ー>その時せ、まあ、そ師匠が「どうぞ」って言うたらもう兄弟でしたね。そういうのご縁もあったんやわ。今だったかもしれないんですか今巨人 <laughs> <laughs> 今阪神はい。そうかもわからんねいぶ後で 巨人君に聞いたよへえあ<ー>そうやったん言うてだから姉さんとこと僕とこ兄弟でしてっせ<ー>あほんまやな」って。ほんであのその名前の付け方ですけどね「はい、オール阪神巨人で」ってほら球団の名前やんか、はい、大阪東西やんかいさ、はい、代表する。はいね、でなんでその前がねちょっと落語の勉強したはったんやんて、はい、でそのまた落語上手やったんやんて素人落語が。はいはい、ほんでその阪神その時の名前が権助万助やったかな。 すごい名前ですね, <laughs> ねでそれはあの三師匠がつけはったやん今の文師師匠ねなるほど、ね、抜群やの抜群の響きですね、うん。ほ二人揃って漫才したいいうことで当時ヤングオーってあったやん<ー> M の大人気番組で、ね、めちゃめちゃでそこで一般オーブしはったわけこの二人をなんちゅう名前しましょうっていうことでその時に多かったんがオール阪神巨人やって。<ー>皆さんの注目のまとやね絶えず そうですね,、うん、ね僕ずっと気になる阪神巨人はわかるんですけど、はい、オールってつけたのすごいなっていつも思うんですよねそうやねこのオールの意味は何やってのオールこれ形としては珍しいもんオールをみんな巨人一般公募で そのオールオール,オール入れた人すげえなと思うんですよね、うん、オール阪神巨人お阪神ファンがぎょうさんやはりますせ、うん、巨人ファンがぎょうさんやはりますせ <laughs> いうことやろうかいやオールのセンスが抜群に面白いです、ね、あこれちょっと調べとから分かんない,い、ね、私たちはい、はい、もうねもう何歳で一緒あの代表するような立場にな,らなかったもんな、はい、ネタ、はい、でそこへあのどれないの漫才ブームが来るわね。うん。 さっき一番さっき売れてたのがやっぱ阪神・巨人君がヤンゴーのあれで,で最初からもスターなわけですもんね最初から大事に大事、ね、でその時にあの今度はあのメンバーがちょっと変わるわね、うん、あのつまりあの時のザ・ボンチ君とか乗尾義雄君とか、はい、それから三郎四郎君とか、はい、そして新助龍介君 であの東京のメンバーとかね、うん、でそこで私はバチャーって入ってバーっとやって、うん、もうその時でもドンとしたあったもんな、うん、けどあの目まぐるしいスケジュールとはまだちょっと違う立場やったよ、うんやねだそ、うん、けど頑張ってそのどういうの,あの漫才部って独特やったから、はい、ほんでさけど彼らは彼らで頑張ってはったんや、うんね、でそこへあのすごいのはまだ巨人君が歌うまい。 上手でそれはやっぱすごいんやほんで私はどないしょっていう感じにはみんなねンチシートがダンと行ったもんやから続けやねねのり屋のとこも出したと思うねい。でしんすけくんも出したと思うほんで SAF 屋のとこも出してると思うんで私とこにも来たんよこのいはい。どうやいわって会社がどうしましたあの某会社から来てんやっていや私もちょっと。 ああそんなもど土台無理ですわ、うん、言うたんや、はい、あの時「土台無理でもやりますさ」た。て言うたらよかったんやな言うたらまた変わってたんだよねああほんまや正直に「ああ歌はもうちょっとそんなん全国版やで」って,分かってあたかはってその他にね巨人くんが何曲か出してると思う、うん、いやすごいですねねそれ あの歌はうまいですせっていうのかがずらーっと日本列島、ね、みんな知ってはるわね、はい、ほんであの一番ねあのすごいなと思ったのは私はねあのゴルフゴルフゴルフはい家にねなんかほらグリーンがあんや、ね、グリーンあーすごいなそれた多分そうテレビで私一回見たいよ、はい、えっ すごいやんかいさこれ。これジムみたいね。これあん体鍛えるやつこれってないの？はい。あ、ジムの器具ね。よいやさこれはさ。よいやさは言わないと思いますけど、はい。言わへんか。重り負荷をかけてね鍛えますよ。その重りが取れるよぐらいや。へえ。ぐうぐうね。キムキですもんね。これも絶えず体を鍛える。はい。 だってゴルフでも飛ばしたらすごい。息子さんもゴルファーになったゃらね。ドラコンの世界一になったとか。ね。せやからどんだけ力強い。世界一やってましたえ。日本一。日本一まあドラコンの、はい、確か。すごいねんな。イメージとしては強い巨人。で、阪神ちゃんが優しい阪神ちゃんや。せやけどね、もうそバランス取るってるこのコンビはね。 巨人公はゴルフでバッて行く、はいはい、阪神ちゃんほら釣りの番組釣りもうおなじみもうピとおてると思、えー、もう夜釣りからちょっとないあの名前がちょっといろんな釣り,釣り方ほら魚の釣り難しいんや私はよ、はい、女性はあんなん弱いやんそうずっと釣り番組やったはるし、うん、いつも日に焼けて、はい、たくましいやんや最近は、ね、それからあのバランスとしてはもうすぐいいんちゃうかな 仕事のバランスほんであの,あのすごいのがね私ほら倒れたででしょ舞台上でそうですよ栗、ね、吉も何年前ですかあれねぐいちゃんが「わあ大丈夫か」言うてくれて、えーえー、お水もくれたし「はい、頑張りや」って「大丈夫か」たら30秒ぐらいちょっと意識失うたんかなあれは舞台中うん舞台中もうあと3分で終わりや言う時に,にむ胸ですか心臓やね、うんうん ですから私も後で気が付いて「あどうしよう」と思ったんやけどもう30秒ぐらいちょっとこれ胸の鼓動がちょっと弱かったんやうんその間ねここでね次の出番が巨人阪神くんととりあえずいくよちゃんが「どんちょろして!」って言うたわけよ。とりあえずねまたあと3分ほどで頑張ってくれオしはもう倒れているんですかで下に。でお客さんはそれゲイアも張って はははいいいはいほなでドンチョウあきおちゃんが「ちょっとお願いしますちょっとドンチョウ出して」言うたら袖にやらにはみんなびっくりしてそけどドンチョウ降りたその時に初めてお客さん分からからはって具合悪くなったんちゃうかてでギャオーなってねでそのがとりあえず救急車で袖持っていかれてねでその間にはもう巨人ハンシク待ってには申し訳ないの思うたもう本当そんなんだその後漫才しギャオよ言はったあとね ほんで巨人君と二人がバーっと出ていくいつもどお、うん、りほんでちゃんと言うてくれて「あほんで,ですけど安心してください皆さん」って言うてくれてもうそれが感謝で申し訳ないねんほんまにほんまで気が付いてほんでそのねほんでまた嬉しいことにねあの40周年、はい、この間今年の7月にねやりはった、はい、このほんまにあの一つの二人のね 二人だからあのやっぱり要やはね漫才師のもうずっとこれから私が願うのはやっぱり体大事にしてやっぱ漫才師の仕事でハードやねんもうネタは考えなあかんわもうねいろんなことせなあかんやんぱさ。そだからどうぞねやっぱり日本の漫才のね要やから40周年迎えは今年ね40周年迎えはったお祝いとともに。 これからもうおじいちゃんならなかったみたいだからあそうですはあああうん、それからもう少柔らかくなったみたいでいやまあ、うん、あのー、厳しい怖いみたいなイメージ、うん、多分世間にも浸透はしてると思うんですけど <laughs> うん僕は割とそんな厳しく怒られることなく来たあ,あそうおじいちゃんですよはいほなもう認めたかったんや <laughs> いやそうなんですよね <laughs> いや思うで割と優しい、うん みたいな感じですけどね阪神賞もちろんなずっとコミカルでヨウネタあるけどな <laughs> けど食べた後すぐ寝張れろゃんそこは知らない食べた後すぐ寝るのが特徴なんですか、うんうん、特徴また寝とるないんで。<laughs> ちょっと注意深く見てみたいと思います、はい、さあというわけでクレオのスター人名辞典今夜登録されたのはオール阪神巨人の お二人でございましたさあ来週は一体どなたが登録されるんでしょうかクリオのスター人命辞典でした。